さて、本日もディスマントル続きプレイしていこうかと思います。もしよろしければお付き合いください。では行きましょう。前回ね、このオベリスクなんかを攻略して、あとはね、ずっとここ回ってきてね、ぐるーってね回ってきて、で一応ね、まあここのキャンプ場を見つけたんだけど、このロッキーマウンテンパスかな、ここにね、まあガスマスクがあるよってことでね、まあ、ガスマスクを追ってここまで行ったんだけどね。そのウィリアムだったっけ？確かね、ここになんかこう逃げ込んでるっぽくてね。この音声ログだとね。まあ、行きましょうかな。あれ、前回さ、ちょっとさ、そうそう、オベリスクの攻略でね、温度、耐性がついたから、多分ここもここいらないからね。ここいらないから、これとっつけてみよう。ついてるか。ってことは、ノックバックの強さ。あ、クリティカル1つあげようか。よし、これで暑さも大丈夫なはず。さあ行くぞー。オニオンリング作るんだけどな。どうしようかな。作っとこうかな。もう。一応、オニオンリング作ろう。小麦。あるからね。オニオン、小麦栽培しなきゃいけないからさ。よし。これで、オニオンリング。ヒットポイントプラス5。いいじゃん。いいじゃん、いいじゃん。右上のお魚もちょっと消しとこうかな、一旦。どこで消せるんだ、コレクションかな、確か。レシピ。じゃ、クラフトレシピ、まあ結構残ってんだな。よいしょ。魚釣らないとね。魚釣んねえとな。こっち。あ、なんかある。あー、食材だ。あ、行き止まりっぽいな。ですね。こっち。行きましょう。わお。こんなところに逃げ込んだんだろうね、その調査隊は。精神的におかしくなってるよって言うのも言ってたからね、教授の音声で。よし、こっちから回っていくのかなと。見えない。一応合ってんのか。あ、ここでこう行って、こっから入っていける。ルートがいまいち見えてこないな。なんか橋あるね、なんかね。で、あ、こっからこう回っていくパターンか。えらいと思いだな。おいしょ。あと1、2回ぐらいは、焼き木がありそうだな。こっち多分いけないパターンでしょ、多分。あ、ね、いけないね。ぐるっと回って、おっ、見えてなかった、落とし穴。落とし穴見えてなかったわ。落とし穴見えてなかったよ。you
落とし穴見てなかったな。よいしょ、本当にインディーみたいな感じになってきたよ。ほら、叫んでる暇だから攻撃しろ。どこのルドは大丈夫なんだ。これ全体的にまずいね。一番端っこは？あ、ここいける。いやらしい作りしてるな、本当に。まずいまずいまずい。あ、まずいまずいまずい。ちょ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 。あ。しかも温度やばいじゃん、今さだけど。あれ、暑さ対策してたん、あ、上がったんだけどな、ちゃんと足りなかったかな。ちょっとよし、次のキャンプでもう一回暑さをちょっと調節しよう。ダメだったっぽいな。この席かな。橋があって、でな、ショットカットかなとかできないかな。できなさそうだね。これもなんもなさそうだ。ほい、葉っぱ持てない。嘘だろう。葉っぱ持つためになんか食おう。ベリー食っちゃおう。あれ、ベリー食いたいな。落としちゃった。まあ、いっか。あ、やばいな。熱い。まずい。しまった。どっかキャンプない？あー、ここまで行けばあるね。あ、ちょっと行きたいな。で、暑さがちょっとまずいから、一気にいかんとまずいな。突撃。取れ、取れないわ。まずい、暑さまずい。ここ、ここ、ここ。よしよし。ほっ。オッケー。あぶねえ、あぶねえ。55個、経験値ゲット。レベル上がんねえかな。どうもダメっぽかったんで、ここをまた熱方に戻しましょう。よし、こっち側なんかあったんかな。あんたもないか。よし、行くか。遺跡探索開始。落としたな。大丈夫か。見えない。真上からちょっと見よう。うわー、なんかいる。やべえ。新モンスター墓守り。墓守りだってよ。とうとう新モンスター出現だわ。熱い、あれ？あー、ちょっとこれまずいかな。あ、これ火山っていうか溶岩だからか。あー、はい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 。暑さ対策してきます。帽子で。なんとかなるかな。帽子で、帽子でなんとかなってほしいな。熱保護、これでいけるっしょ。これでどうだ。 OK、 上昇しないね。大丈夫大丈夫。いった。足も強い、足も振り早い。
あ、普通に強い。あ、しかもかわす。待って、あかん。こいつ超強いわ。やべ、強い。普通に強い。攻撃速度めっちゃ速いし、かわすし、やべえな。で、チーンだって。そう、汽車修理にここまでかかるのか。電車横ルートを行くべきだったかな。電車横ルートを行くべきだったかな。これなんか罠臭くない？止まってた。小麦だ。あ、ああ、何？くそ、買えねえのか。やだな。ああ、やめる。落ち着け。あ、ちょっと。った。あ、くそ、当たんねえ。強い強い。危ねえ危ねえ。気をつけんとしねえからな。で、これなんだ。あそこが開く。あそこ踏んでたら結局同じでしょ。こっちからこっち行ってもなんもないか。ここ開けといて、で、ここ。ハンティングライフルを作るべきだ。例えば忘れた。あ、焚き火ある。なんだろうね。一応敵が復活しちゃうから今はまだいいや。つけとこう。とりあえず103。待って、まだあとさ50個着あんの。まだ50個着さあるんだけど。よし。なんか白い鹿がいる。あ、はい、聞いてない。ボスなんて聞いてないよ。何やってんの。オールドロイヤルチャンピオン。やばいやばい、落ち着け。あ、やばい、これちょっと落ち着け。一旦武器を切り替えて、まず地雷ね、まず地雷。ここに1個投げて。よし、OK、いいよ。いいよ。唐突な、くそ。どっか、インコースで。よし。OK。いいよ。まずい。やってもた。やばい、やばい。普通にこれやばいな。ちょっとどうしよう。ちょ、間違った。マジ回復できなかった。くそ、なんだこの裏結構は。投げていこう。ここ投げて。やばい。あっぶねえな。うわ。普通に戦って倒せんのかな。くっそ。まずは。じゃないの。
あ、ちょっと強いわ、普通に強いわ。にクソ強いな。正攻法でいけるか。なんか別の方法ないかな、倒す。これ正攻法でいける、マジで。冗談抜けするんだけど。とりあえず、まず一発ね、これ。まずここの地雷しっかり決めていかんとね。まず、間違った。あ、2個、2個入った、ちゃんと。なんかある、そこ。オッケー、入ってるね、ダメージ。いいよ。あとは殴ってやれそうだけど、とりあえずは。かわすな。わっぶな。なんかしょぼ報酬、まあ5個ぐらいくれてもいいよ、5個ぐらい。いやー、あっぶねえわ。普通に強すぎて地雷なかったら死んでたわ。地雷攻略がおすすめ。ここが開いたね。君何、ただのお肉、お肉要因か。ガスマスか、どこ、こっち。一旦回復しとこ。一旦回復しといて。あ、これは、あ、ガスマスク来た。とうとうガスマスク来たか。 I'm alone and badly wounded. I'm hoping Crown received my message and help is on the way.I fear all my colleagues are dead. We shouldn't have come here. Supplemental. Still alone and waiting. If anyone finds this recording, please listen carefully. I understand it all now. We set it free. It's what we did at the pyramid. Will it happen to me too when I die? 何かを解き放ったって言ってるね。こうなんだ。こっちも行けるか。あ、出口か。あ、な、待って、なんかピョピョ光ってる。なんかちょっと見逃してるわ。危な。戻ろう。何かを見逃してる。あ、お墓マークだからあれか、自分の死体か。待って、ずっと出るからね。だね、自分の死体だね。一応全部見たよね。見たかな、見たよね。ピラミッド、多分そのこのパンデミックっていうかゾンビ化の原因を解き放ったことなんかな、この探検隊が。多分だけど、そういうことじゃないかなと思うけどね。橋、あ、8個いる。キャンプチャイムになったね。 OKOK、 よし、ワンコ。おお、おら、よし。あの橋どこにつながってんだろう。まあ一応かけてみるか。オッケー、戻ってきた。これ帰るとどこあるっけ。ここからこう帰っていくしかないのかな。えらいルート、と、あー、ここからこう行って、あー、リンクタワーあるね、OK。で、まずガスマスクを作ろう。長かったガスマスク。これか。ガスマスク。
いや、長かった。マジで長かった。ガスマスク。やりましたよ。ガスマスクとうとう。あ、また。で、この木が8個ね。ほいよ。こっちに行けるけど、一応こっち何かあるかわかんないけど、見ていくだけ見ていこうか。エイプロック。なんだろう。あの偶像、地下、地下、え、どう、え、ちょっと、なんだって。ある種の偶像か。残りは地下にあるのかな。で、地下。どこか地下行ける？こか地下行けるか。あ、これ。ああ、いずれこれが破壊できるようになるのかな。ああ、分かった気がする。だって一応フラグとかじゃ破壊できないよね。あ、それはしなくて。この武器じゃダメージを、やっぱダメージを与えられるものが後々出てくるから、それでも多分ここいけるっぽいな。分かった分かった。入りましょう。いや、まだまだ強い武器が出てくるってことか。現状、斧が最強だからね。斧を壊すので、まあ、打撃だとバットで、で、切断系だとこの斧が一番最強だから。で、まあ、一旦、まあ、これでね、なんとかね、なんとか。ガスマスは手に入ったんで、まあ、電車横ルートを通んなくても、あっち側に行けるっていうね。電車横ルート、あれ絶対正規ルートじゃないよね、あれね、マジで。あれが正規ルートだったらマジで笑うけどな。他の、ちょっと、多分他にもね、動画投稿してる方いるから、ちょっとそこだけ見てきていいかな。先は見たくないけどね、そこの部分の人みたいな。誰か俺みたいにさ、こう、列車横をさ、通り抜けていってるプレイヤーさんいないかな？絶対いるよね。絶対、あ、通れんじゃんっつって言ってる人いると思うよ。まあ、もう行っちゃうか。よし。で、一旦、あ、ここね、この、よし。サンクチュアリによって、チタンとか作って、あと植物関連も手に入ってるから、この耕かした、クワ。耕す。よし。いいよ。これ一回20歳だからね、葉っぱね。かなりサンクチュアリがしましたね。いい感じ、いい感じ。
ここまでやれば OK でしょう。で、種で、まず小麦ね。結構小麦不足なんで、1回分か。まだいける？ここ小麦ですね、しとこ。で、あとはコーン、じゃがいも。あ、少ないものからいこうか。玉ねぎまず植えといて。よいしょ。やべえ。サバイバル感出てきましたね。田植えを。よいしょ。できます。なんかこう、荒らされるとかあれば面白いな。まあでもこのゲーム、一応まあ食べ物に関しては、そのレシピとかちょっと使うぐらいで、あんまりこうね、いわゆるこう空腹とかないんで、こう後々ハードコアモードが来ればな、個人的には後々こうハードコアモードとかでもっとこう寒さとか空腹とかね、あと喉の渇きなんかも来てほしいな。まあでもそこがないからこうカジュアルに楽しくできるっていうのもあるかもしんないけど、そういうのがあってもちょっと個人的にはいいかなってちょっと思ってますね。サバイバル要素強めっていうのも悪くないよね。まあ、気軽にできるっていうのもこうやっぱ入りやすくてね、リストマントルかなりいいと思うけど、ちょっとこう難易度、やっぱりサバイバルゲームに慣れる人はもっとこう難易度をもっと欲しいって欲張りな方もいると思うんだよね。絶対いるよ。そこら辺あれば面白いのにね。よいしょ。植物さ、あまりこう放置するとさ、これ枯れたりしなかったっけ、そういえば。確かさ、成長時間とかあるからさ、上の部分のほっとたくさん、あーなんか大丈夫かな。あとトマトでも植えとこう。よいしょ。いやーいいね。水やりとかいらないからね、一応。他のさ、サバイバル系のゲームだとこう水やりとかもしないといけないし、で、後々こうクラフトとかでこう自動的に水をやれるね、アイテムが出てくるんだよね。よし。オッケー。で、ちょっとここら辺とかまたいじっとかないとね。よし、オッケー、スタート。鉄とかはもうあんま使わないかな。鉄、靴はもう使わないかな。鉄にしといていいんだよね。スタート。なんかある？あ、200個ぐらいあったかな。結構30個作っといて、チタンもまたいるんで、今持ってる13個か。 OKOK。 でここのさ、一応このマナビーズに関してはちょっとあんまりつくついてもらっていいかな。よーし、いいぞいいぞ。あとはどんどんクラフトとかできるものが増えていけばいいのにね。 OK。 一応発明できるものって発明しとこう。ウィンターコートとかも今のうちにね。木材か。あ、木材ちょっと使い切ったもんね。よし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 。オッケー。で、ガスマスク持ってないとしね。一応次回ね。まあ一応その、
このね、ここのね、列車のね、このね、横のとこからね、こっちのルート行けたんだけど、絶対正規ルートじゃないんで、ガスマスク手に入れましたんで、次回はここね、ここと、あとね、こっち側も行けます。ここも行けるのと、あと、ここも行けますんで、まあ、一応下から行こうか。ここから行きましょう。ここから行こうかと思いますんで、次回ね、また新エリアの方に行こうと思います。てなわけで本日はここまで。本日もね、皆様お付き合いいただきありがとうございました。もしよろしければね、また次回もぜひぜひね、見に来てください。ではでは、お疲れ様でした。